SnowMan の宮舘亮太さんと深澤達也さんが7月20日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「SnowMan の素のまんま」に出演しましたその時に宮舘さんが自身の髪色について語っていましたこの日の放送ではリスナーさんからのメールをきっかけに宮舘さんの髪色の話題になりました深澤さんは宮舘さんに「伊達さん的にはどっちなんですか黒の達さんと金の達さんどっちの方がしっくりきてるんですか と、と自身では黒髪と金髪どちらがしししっくりきてていいるのか質問していました。すると宮舘さんは「あなたが落としたのは金の伊達ですか?」みたいなとイソップ物語の「金の斧、銀の斧に見立てた返しをしていましたどっちを選ぶかはファンそれぞれの好みだと思いますと回答毎年1回は染めているのだと話していて今回はライブに合わせました「ライブ金で行きたいな」と思って染めたんですけど ライブ終わったら黒く戻すのかなぁとは思っていてと語りました深澤さんが「伊達さん茶髪とかはないもんね」とコメントすると宮舘さんは「そうなの」「0か100なの」と黒か金のどちらかなのだと告白宮舘さんは「どっちも決められねえって話よ」と口にしていましたロイヤルな雰囲気を身にまとった伊達様は確かに茶髪のイメージはないですよね黒髪も金髪もどちらもバッチリ決まる伊達様ですが 一度は茶髪など違う髪色のヘアスタイルも見てみたいですよね。果たしてライブが終わったら黒くなっているのでしょうか。楽しみですね。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録・高評価をぜひよろしくお願いします。